はい、こんにちは、カッパパです。今日はですね、道具紹介をしたいと思います。これはもう言わずと知れたですね、ソトのウィンドマスターですね、 SOD310 というモデルです。最近はですね、雪の中でテントとか、まあそういうのはちょっといろいろな事情でですね控えてるんですが、まあ、雪の中じゃなくてもですね、冬気象条件厳しいところではやっぱりガソリン系を使っちゃうんですけど、最近ちょっとですねガソリン系も重く感じてきましてね、でそういう意味でちょっとガスに変えたいなと思ってまして、まあいろいろやっぱり話を聞くとですね、ずいぶん古いモデルではあるんですがウィンドマスター、まあ、最強じゃないかなと、まあ、いうようなところで、まあ、細かくはですねいろんな方がウィンドマスターの、まあ、性能実験やですね検証をやっておりますので、そういったものを見ていただければいいんですが、まあ、今回はですね、まあ、買ったという、まあ、報告になりますが、ちょっと開けてみますね。ですね、あ、やっぱすごいですね。昔ムカストーブ買った時もですね、箱がこんな感じで、まあ、インフォメーションがですね、まあ、だいぶ出てたんですが、なるべくね綺麗に取りたいね。あ、こうだ。まあこれが取説ですね。でこちらが本体。いいですね。僕もねウィンドマスター、まあ実際借りて使ったこともありますし、これウィンドマスターの前のモデルはですねちょっと持ってたんですが、やっぱ軽いですね。これね 60g だって、今取説見てると非常に軽いです。プリムスの P153 よりもですね、だ3割ぐらい軽いんですかね。非常に持った感じは軽いですね。あとパッケージの中にはですね、まあ外の小袋と、これが五徳ですか。はい、こちらはですね3本足の五徳になります。ちょっとつけてみましょうか。爪がありますが、この爪をですね上の段に引っ掛けるという感じですね。こんな風になりますね。これがですねウィンドマスターの、まあ、通常ですね付属の3本足をつけたところがこちらになります。まあ別売りでですねこの専用の4本ごとくが売ってますんで、まあ僕もですねご多分に漏れず買ってみました。こちらもですね、まあ、性能実験やらですね、まあ、いろんなものが、まあ、動画で出てますんで、まあ、細かくはそちらをご参照ください。こちらがね4本ごとくになりますね。でこれも同じようにキュッとここが開きますんで、この隙間にこう、まあ、入れるパターンになりますね。こんな風になる。じゃあ早速やってみましょう。まあ、先ほどの3本ごとくをね外します。これはですね、まあ、コツというか、まあ1回やれば誰でも分かるんですけど、まあ、これをこのまま置いといてですね、こうなりますんで、このできた隙間に入れます。こうですね。でこちらはですね、あの P153 のように、まあ、このように五徳が伸びますので、外大きい鍋でもですね乗せることができます。